伊藤緑、伊藤緑、伊藤緑、1969年8月13日帯は、日本のフィギュアスケート選手、女子シングル。愛知県名古屋市出身。東海女子高等学校、現、東海学園高等学校、東海学園女子短期大学卒業。1992年、アルベールビルオリンピック女子シングル銀メダリスト。 1989年世界選手権優勝。1988年カルガリーオリンピック5位入賞。1985年から1992年まで全日本選手権8連覇。女子選手として世界初の3回転アクセルや3回転マイナス3回転連続ジャンプに成功した。1989年に最も高得点を取った。 フィギュアスケーターとしてギネスブックに掲載。2004年には日本人として初めて世界フィギュアスケート殿堂入り。2007年国際スケート連盟は伊藤はたった一人の力で女子フィギュアスケートを21世紀へと導いたとの声明を発表した。三人兄弟の真ん中で兄と妹がいる。伊藤が小学1年の時に両親は離婚し、 子供たちは母親に引き取られる。スケートを始めた頃は、全日本選手権を8連覇した、渡辺恵美に憧れていた。12歳当時の将来の目標は、オリンピックや世界選手権でメダルを取ること、夢はアイスショーに出演することであった。プロフィギュアスケーターの西田美和とは、ジュニア大会のデビューが同期で、文通相手でもあった。 東海女子高等学校では遠征の時を除けば、ほぼ無遅刻無欠席で通学した。東海学園女子短期大学に進学し、活性学科人間関係コースで、では秀明のゼミに参加して、塩の道をテーマに卒業論文を書いた。卒業後は、プリンスホテルに就職する。1991年12月には母校である、東海学園女子短大に、 伊藤緑メモリアルホールが作られている。10歳の頃から、早朝、深夜の練習のためコーチの山田町子の家に寝泊まりするようになり、中学2年生の時には山田コーチ宅に住むようになる。山田の家族には伊藤と同い年の一人娘がいたが、家庭では伊藤の方が威張っていたほどであった。小学生の時は偏食でガリガリに痩せており、 肉と野菜は一切食べず、魚も、サンマと、イワシ以外はほとんど食べなかった。成長期、思春期に入ると変色は治り、肉が好物になったものの、今度は体重管理に苦労した。中学時代には右足首を二度骨折している。最初の骨折は、体重が一年で9キログラムも増加して、ジャンプの着地で足首に大きな負担がかかったのが腹だった。 骨折以外の怪我や故障も含めて、1992年に引退するまでの治療回数は500回にも上った。ジャンプの練習を重ねたため、かかとが角張って変形するようになった。性格は新しい、物好きで負けず嫌い。そのため反復練習が嫌いであった。中学時代には、伊藤の才能に着目した、西武鉄道グループのオーナーである。 堤義明の経済的援助を受けるようになる。高校時代にはアメリカへのスケート留学の誘いがあったが、山田の元に残ることを選んだ。プロに転校してからも人気のあるフランスや北米のアイスショーへの出演の話もあったが、日本のプリンスアイスワールドでのプロ活動を選ぶ。2004年に元劇団式所属のミュージカル俳優の発刊台と、 結婚したが2006年に離婚する。その後2009年9月に一般人男性と再婚して北九州市でスケートの教育指導をしている。スケートを始めたのは3歳の頃、家族レジャーの一環として近所のスケートリンクに行くようになったのがきっかけだった。5歳の時、このリンクで山田町子が教えている子供たちのスピンやジャンプを真似して遊んでいたところを 山田に見出される。山田によれば、伊藤は自分の教え子よりうまく、ジャンプは飛び抜けていたという。幼稚園のうちから小学生のスケート教室に年齢を誤魔化して参加した。初級上級の3クラスを合わせて10日間で卒業し、本格的にフィギュアスケートを習い始める。1980年3月、小学校4年生で全日本ジュニア選手権に優勝。 同年11月の NHK 杯に特別出場し、日本全国に演技が放送されたことにより、伊藤の存在が知られるようになった。1980年12月の世界ジュニア選手権に、史上最年少の日本代表に選出され、フリー1位、総合8位となった。ついで12月の全日本選手権で3位入賞し、これは、稲田悦子以来45年ぶりの小学5年生。 11歳での入賞で、このことから天才少女スケーターと呼ばれるようになった。1982年11月、練習中に右足首を骨折し、全治1ヶ月。12月の1983年、世界ジュニア選手権などシーズンの残り試合をすべて欠場した。翌シーズン札幌で行われる1984年。 世界ジュニア選手権の出場を目標に努力した。1983年11月にヨーロッパに遠征し、シニアでの国際デビューを果たす。プラハ国際選手権では5種類の3回転ジャンプを成功させ、国際大会で初優勝した。オランダでのエニアチャレンジカップでは、ヨーロッパ選手権者のカタリナビットに次ぐ2位となる。 1984年サラエボオリンピックの出場の際、前年7月1日時点で13歳の伊藤には年齢制限のため原則として出場資格がなかった。ただし、オリンピック開催年に世界ジュニア選手権で3位以内にいれば資格を与えるという特例措置があった。1984年世界ジュニア選手権札幌での3位以内を目標にするが、規定。 コンパルソリーフィギュア13位と、ほぼ絶望的となる。しかし、ショートプログラム1位、フリースケーティング1位と追い上げ総合3位となった。この結果、伊藤は、出場資格を得ることができた。しかし、代表最終戦公開を兼ねた1984年1月の全日本選手権において、規定で10位と出遅れ、ショートプログラムでは、右足首に痛みを感じるなど不調で、 二回転アクセルで点灯して5位。フリースケーティングで1位と追い上げたが、加藤雅子に次ぐ総合2位に終わった。日本の女子シングルのオリンピックと世界選手権への出場枠は各1名であったため、日本スケート連盟は加藤をオリンピックへ伊藤を世界選手権へ派遣した。伊藤は1984年オタワの世界選手権に初めて出場し、7位に入賞した。 1985年、中学校3年生で全日本選手権初優勝。以後、1992年まで優勝を重ね、渡辺恵美と並ぶ、史上最高8連覇を達成する後に1996年大会も制し、通算9回優勝。この年の東京での世界選手権では、規定競技前日に、右足首を骨折し棄権した。 1987年の世界選手権は、規定の出遅れから総合8位に終わるが、翌年のカルガリーオリンピックの出場は国を確保する。1988年1月、全日本選手権で優勝して、念願だったカルガリーオリンピックへの初出場を果たす。大会には、女らしさ、優雅さを意識した演技で競技に臨んだ。規定で10位につけ、ショートプログラムは4位で、 暫定8位となり、入賞の目処が立った。フリーでは5種類の3回転ジャンプを7度決め、思い通りの演技にガッツポーズを演技終了直前に見せた。演技終了前から2万人の観客のスタンディングオベーションを受け、技術点では5.8から5.9点と、出場選手中最高点をマークし再びスタンディングオベーション。芸術点は5.5から5.7点。 芸術点だけで5位と低く抑えられたため、観客からはブーイングが起きた。この演技によって、フリー演技だけで3位、総合成績で5位入賞を果たした。なお5位入賞は、1964年、インスブルック大会の福原美和と並ぶ、当期降臨のフィギュアスーと日本代表選手最高位の記録、当時で、6位以内の入賞は1980年、 レイクプラシット大会の渡辺恵美以来8年ぶりだった。大会最終日のエキシビションでは当時としては珍しく、総合5位ながら演技者の一人に選ばれた。1988年7月、国際スケート連盟のルール変更によって、否定の課題数が3課題から2課題になった。否定が苦手な伊藤にとって若干有利な状況となる。1988年11月、 愛知県フリー選手権で競技会では女子選手として世界初の3回転アクセルに成功。1989年1月の全日本選手権では規定で初めてトップに立ち後連覇を達成する。1989年世界選手権はカルガリー五輪のメダリスト3人が引退したため、4から6位のジルトレナリー、伊藤、クラウディアライストナーの争いになった。 規定で自身最高の6位につけ、オリジナルプログラムは1位、暫定3位。フリープログラムでは、女子選手としては、初の3回転アクセルを着氷が乱れたが決め、他5種類の3回転ジャンプも成功させた。この演技で、フリー1位となり、日本人初、アジア人初の世界チャンピオンとなった。このフリー演技は、 9人中5人の審判が技術点で6.0満点を出したことも合わせてフィギュアスケート史に残るプログラムとなった。1989年 NHK 杯では自身2度目の芸術点6.0を獲得。1990年世界選手権は規定で5位以内が目標であったが10位と出遅れて総合2位となる。オリジナルプログラム、フリープログラムともに1位と追い上げたが 連覇はならなかった。この時スタンドでは伊藤の6.0満点を期待して6のボードを持つ観客もいた。1990年7月から規定が廃止され伊藤にとってはさらに有利に働くと思われた。しかし11月に左足首を痛め1991年世界選手権大会1ヶ月前に右顎下の唾液を分泌する部分にできた。 血跡除去する手術のため入院するなどして大会に臨んだ。オリジナルプログラムでの直前の6分間練習中に、レティシア・ユベールと接触して相手のエッジが左足の靴に突き刺さり、左は脇腹を強打し負傷した。演技中にはコーナー付近で連続ジャンプを着氷した際、リンク外のカメラ席に飛び出してしまう。フリーでも前半の3回転ジャンプを失敗。 後半は立ち直ったが、総合順位は4位に終わる。この結果、翌シーズンのオリンピック出場枠を3から2に減らしてしまった。1991年11月のラリック杯は、アルベールビルオリンピックの有力選手が集まる大会となった。伊藤はこの大会でフリーでは3回転ルッツー3回転トーループ。 三回転アクセルに回転トーループの二つのコンビネーションを含む6種類6回の三回転ジャンプを成功させ前年の世界チャンピオンのクリスティア・マグジに逆転して優勝しアルベールビルオリンピックの優勝候補の筆頭となるしかしアルベールビルのオリジナルプログラムでは精神的な緊張から二日前の練習の段階で 三回転アクセルのコンビネーションジャンプが14回中すべて失敗。三回転アクセルだけが5回成功と成功率が落ちていた。そのため予定していた三回転アクセルをより確実性の高い三回転ルッツに変更したが、そのルッツで転倒して4位と出遅れた。このため、自力での金メダル獲得は不可能になった。 フリー演技でも一度は3回転アクセルで転倒するが、演技後半の残り1分で再び3回転アクセルに挑んで成功。なお、フリーではもともと3回転アクセルを2度飛ぶ予定だった。オリンピックでは惜しくも日本人初のフィギュアスケート選手としての金メダル獲得はならなかったが、日本女子としてはド、ドアルベールビル五輪、スピードスケート1500メートルで、冬季五輪史上初のメダル。 同を獲得した橋本聖子に続き、日本女子二人目のメダルとなる銀メダルを獲得した。三回転アクセルを決めたことについて稲田悦子は最後に決めたトリプルアクセルには自分のスケート人生をかけたんだという気迫が感じられましたと感想を述べた。後年、音大吉江はもう並大抵の体力じゃないです。それに同じジャンプを一度転んでるにもかかわらず、 私にはできない。飛ぶとしたら死ぬくらいの覚悟がいると語った。翌日のエキシビジョンの際には、レインストーリーとレミゼラブルのテープを名古屋に忘れてしまったため、NHK の衛星回線を使ってアルベールビルまで送ってもらった。なおそのエキシビジョンでは、最初のテープの音楽がかからないハプニングが発生したが、その間立ち尽くしたままの伊藤に対し観客は拍手を送っていた。 オリンピックの期間中アルベールビルでは風が流行しており山田町子は天敵を撃ちながら伊藤の練習に立ち会っていた伊藤自身も帰国する頃から体調を崩し出場を予定していた1992年世界選手権を欠場することになった今後の挙手が注目されたが1992年4月25日に 新高縄プリンスホテルで引退記者会見を行った。引退の理由を技術的には3回転半をクリアしたという達成感があった。一方で精神的にはプレッシャーが大きくなっていて追い詰められたというか、これ以上頑張れないなと区切りにしたいなと思ったんです。と語った。今後は楽しみながらスケートを続けたいとコメントを残した。6月17日には、 正式にプロ転向を表明し、夢の一つだったアイスショーに出演することになった。6月にはホームリンクである名古屋スポーツセンターでアマチュア最後のサヨナラ公演でアルベールビル五輪の演技を再現した。1992年バルセロナオリンピックでのテレビのレポーターとして現地に赴いた。長野オリンピック招致活動では1991年6月の バーミンガムでの IOC 総会に、小谷美香子と共に競技者代表としてでき、現役選手の立場から招致演説をした。1992年8月以降、プリンスアイスワールドのメンバーとして、日本の各都市でのアイスショーに出演する。その一方で、1993年世界、プロフィギュア選手権や1995年の 第10回インターナショナルプロフィギュア選手権、チャレンジオブチャンピオンを制し、第一戦で活躍を続けた。1995年に日本スケート連盟の養成によって長野オリンピック出場を目指してアマチュアに復帰する。1996年1月の全日本選手権では3回転アクセルを成功させ、4年ぶり9度目の優勝を果たした。 しかし3月の世界選手権では体重を絞りすぎてしまい、貧血による体調不良もあって7位に終わり、1996年11月に再びアマチュアを引退した。1998年2月7日に行われた長野五輪、開会式では聖火台に聖火を灯す役を務めた。2001年1月には4年10ヶ月ぶりに競技会に復帰し、 国際オープン選手権で3位となった。2004年3月、世界フィギュアスケート連動入りを果たす。伊藤と共に、1976年インスブルック五輪、同メダリストトーラークランストン、カタリナビットのコーチユッタミューラーも表彰さた。2002年8月より、アイスショーからは離れていたが、2009年には、プリンスアイスワールドで7年ぶりにアイスショーに出演。 に回転アクセルを披露した。2005年からは主にフィギュアスケート解説者として活動している。2011年6月、元選手や愛好家向けの大会である国際アダルト選手権に初出場。国際スケート連盟公認の国際大会への出場は15年ぶり。震災天皇以降後では初の競技会出場となった。マスターズエリート2クラスで2位となる。 2013年5月、国際アダルト選手権に出場し、マスターズエリート2クラスで1位となる。2014年1月、NHK の報道番組で、函館市文化スポーツ振興財団、函館市民スケート場にて、子供たちを相手に、スケートの指導をしている姿が放映される。2015年2月、RKB 毎日放送。 北九州マラソン2015のテレビ中継にゲスト出演し、福岡県北九州市でスケートの指導をしていることが紹介される。少女時代からジャンプの申し子、ジャンプの天才と呼ばれていた。小学校6年で3回転マイナス3回転の連続ジャンプを飛んでいた。地震初の海外遠征である1981年。 世界ジュニアフィギュアスケート選手権では4種類の3回転ジャンプを飛び、海外プレスからは津波がある、台風があるのニックネームを付けられた。中学生でアクセルを除く5種類の3回転ジャンプを習得した。当時は女子選手が5種類の3回転ジャンプを飛ぶことは体力的にも技術的に不可能と考えられていた。元全日本チャンピオンで、 フィギュアスケート解説者の五十嵐文雄によると、ジャンプは正確で高さがあり、右足のフリーレッグが左足の膝上の高い位置で巻き足になるのが特徴であったという。伊藤のジャンプ自体が自己表現であり、アートでもあると評した。元フィギュアスケート選手の今川智子によると、ジャンプの助走やジャンプ後の滑りでも失速しなかった。また、ジャンプが回転不足になることは、 ほとんどなかった。連続ジャンプは、通常、第2ジャンプの方が低いジャンプとなるが、伊藤の場合は、第1ジャンプより高いジャンプを飛ぶことができたという。ジャンプの高さは40センチを超え、ピーク時には64センチを記録した。東京大学体育学研究室の吉岡信彦、1994年、当時の分析によると、伊藤のジャンプは、 踏切時の最高速度秒速8メートル、高さ約70センチメートル、対空時間約0.73秒、着氷時に片足にかかる荷重、約250キログラムで、ジャンプ時のある時点での速度は男子をもしのぐとされた。スケーティングには臨床性があった。規定課題に苦心したため、規定をスケーティングの基礎と考え、練習時間の大半を費やしていた。 演技の表現面では、ドラマを演じる上官に乏しく、手足の舞踊的な美しさに欠けると指摘されていた。しかし、ジャンプだけの伊藤という評判を払拭し、表現力を身につけるために、高校時代にバレエ教室に通い基礎から習った。この努力をし始めてからは表現力も向上し、東洋の真珠、表情の舞姫とも書かれた。アルベルビルオリンピック直前には、 ニュースウィークアジア、太平洋版2月10日号の表紙に、ジュエル・オー・エヌ・アイスの文字とともに、伊藤の写真が掲載されるようになった。自身の性格を喜怒哀楽が激しいと語っており、演技中にも自然と顔がほころんだり、失敗して舌を出したりしていたと振り返っている。観客からは庶民的なキャラクターで親しまれた。カルガリーオリンピックのフリー演技後には、当時女子、 フィギュアスケートの選手としては、前代未聞のガッツポーズを見せ、現地で好評を博したこともあった。コーチの山田町子は、伊藤の演技について、作り物でない、本物のスポーツの美を表現する選手でした。すごいスピードで質の高いジャンプを飛び、誰よりも力強い演技をしました。その姿が、多くの人々を惹きつけ、心を動かした。いかにも日本人らしい。 ひたむきさ、親しみやすさ、美しさが、あの子の演技にはありましたと評した。三回転アクセルを飛ぼうと意識したのは、中学一年の頃で、初めて練習で飛んだのは、中学三年のシーズンであった。練習を始めてから三ヶ月ほどの六月八日に、着氷に成功していたが、競技会では成功しなかった。1985年世界選手権の直前に、 右足首を骨折したため、それ以来練習を中断していた。ところが、カルガリーオリンピック後のエキシビションツアーで、男子選手が3回転クセルを飛ぶ姿を見て、再挑戦を決意し、3回転アクセルの練習を再開した。1988から1989、シーズンの愛知県フリー選手権で3回転アクセルに挑戦し、競技会では初めての成功を収めた。 国際大会では1988年 NHK 杯で成功した。その後、伊藤の他に国際大会で3回転アクセルを成功させた女子選手は、トーニャ・ハーディング、1991年世界選手権、中野ゆかり、デュドミラ・ネリリナ、2002年スケートアメリカ、浅田真央、2004年ジュニアグランプリファイナル、エリザベータとクタミシェは、2015年世界選手権。 木平ラリカ、2016年ジュニアグランプリルブラナ杯、長す未来、ピョンチャンオリンピック、アリサリュー、2018年アジアフィギュア杯の8、選手だけに止まっており、オリンピックで3回転アクセルを成功させた、女子選手も、伊藤の他には2010年バンバーオリンピック、2014年、ソチオリンピックでの浅田真央と2018年ピョンチャンオリンピックでの、長す未来のみである。 女子選手として初めて3回転アクセルからのジャンプコンビネーションに成功したのはトーニャ・ハーディング1991年10月スケートアメリカのオリジナルプログラムでの3回転アクセルマイナス2回トーループである。伊藤は同年10月の東日本選手権のオリジナルプログラムで3回転アクセルマイナス2回転トーループを同年12月の NHK 杯でも成功した。 なお、1991年11月のラリック杯のフリー直前練習では3回転アクセルマイナス3回転トーループのコンビネーションジャンプを成功させている。伊藤が世界選手権で3回転アクセルに成功したことによって当時芸術性が重要視されていた女子シングルにもジャンプという魅力があることを世界が知るようになった。世界各国の選手たちは 伊藤に対抗するために5種類の3回転ジャンプに挑戦するようになった。その結果、規定の廃止に伴って、ジャンプの高度化、選手の低年齢化が起こった。金メダルを期待していたアルベールビル五輪で、伊藤が銀メダルに終わったことから、日本スケート連盟は、金メダルを狙える選手を複数人育成する強化プロジェクトを発足させた。その結果、 伊藤の地元愛知県出身の女子選手たちを中心に、皇族の選手たちが、次々と世界のトップレベルに踊り出て、日本における、フィギュアスケート人気、関心が高まった。主要な国際競技会の結果、順位を表す。楽しく、ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。